こんにちは、学び図の矢沢です。本日はですね、無駄な勉強法参戦ということでお話していきたいと思います。受験生ならみんなですね、効率よく勉強したいというふうに、思ってるはずです。ただですね、やっぱりもうね、1年間 YouTube ね、もう毎年もうね、やってるわけなんですけど、どうしてもですね、この年末とか年明けとか受験直前期はですね、こんな質問ないのに、いやいや、受験勉強始めたての時、確かにこういう質問多いよなとか、あ、こうやって質問してくるってことは効率の悪い勉強しちゃってんねやろなみたいなね、こと感じることが多々ありますんで、無駄な勉強法参戦、特にですね、この4月受験勉強始めたての頃、ねにですね、特化してちょっと今日は話していきたいなというふうに思っております。はい、それじゃあ1個目からやっていきましょう。はい、まず1つ目がですね、英単語帳何冊何週やればいいですかっていう、そういう質問聞きたいなっていう人いませんか。もうこれ本当に注意してほしいなというふうに思うんですが、結論を言いますとですね、それはスペックや志望校によるよっていうことは分かっておいてください。あと英単語帳だけじゃないですね、よくあるのが、この参考書の次何やったらいいですか、こういう状態なんだけどとかですね、この参考書やってます、僕受かりますかとかですね、この単語帳を使ってるんですけど、次、2冊目何やったらいいですか、2冊やるべきなんですか、この参考書使ってるけど何週やればいいんですか、これ全部一緒です。それはですね、君が目指してる志望校と君自身のスペックによる部分があるから、正確な回答がマジで出せない質問なのよね。でそれでできる子って実はあんまり悩まなくて、ちゃんと勉強ができてない子がそれに悩む傾向にあるっていうことも分かってます。っていうのもね、一つ例を挙げるとすると、基本的に、地頭ってあんま言いたくないんだけど、地頭が賢い子であればあるほど覚える量って少なくなるんですよ。これ皮肉ですよね。基本的に賢い子の方が覚えるの早いんですけど、賢くない方、子の方が覚えないといけない量が多くなっちゃうんですよね。これもう本当に皮肉なんですけど、例えばですね、マナビズムの数学科の先生、中桐先生という先生がいるんですけど、その先生はですね、大阪大学の出身でございます。まあ、日本全国で見ても東大、京大、阪大、というふうに言われるですね、まあ、日本で3番目に難しい、大学というふうに言われてるわけなんですが、そこに行った彼がですね、システム英単語を使っていたというわけなんですけど、受験本番までに英単語何個覚えたって言ったら、1200ぐらいしか覚えてませんって言うんですね。はい。もちろん、我々からすると、1200語の語彙量で、大阪大学の英語対応できるかって言ったら、絶対無理って言います。YouTube でもちゃんと言うし、生徒対応するとき絶対言うし、その先生も生徒たちにもしそこ行くんだったら絶対無理って言うと思います。ただその先生は1200でも受かったわけですよね。で、その一つの事例をもってですね、単語はじゃあ1200個でいいんだってね、難関大学、宮廷大と言われる大阪大学でも、1200でいいんだって思うのは浅はかであって、その長桐先生はやっぱりめちゃくちゃ賢いんですよね。高校もいいところ行ってたし、学校の、授業もしっかりこなしていたしっていうタイプで、受験勉強をじゃあいざやるってなった時に、2000は覚えなかったけど1200ぐらいは覚えてましたっていうふうに言うわけですよ。で、僕からすると、その語彙量では絶対戦えないんだけど、戦えてる人がいます。で、そういう違いは何によって起こるかっていったら、やっぱりスペックなんですよね。だから、自分がもし仮に高校受験の時も全然努力せずに、大学受験ここからも一年発起してもうめちゃくちゃいい大学行ったろうっていう場合はですね、基本的にそこまで勉強してるっていうのがないから、かなり低いところからのスタートになる、可能性があります。その時に、僕たちマナビズムだったら難関次第、総計マーチカンカン同率に行くんだったら、総計レベルだったら、2800語ぐらい、カンカン同率マーチレベルだったら2000語ぐらい英単語ありゃ十分だよっていうふうに言うんですが、これがですね、めちゃくちゃ賢い子からしたら量多いわけですよ。めちゃめちゃ賢く内向からしたら量少ないんですよね。もっとやらないといけない場合もあるわけですよね。なんで、何週やるべきですかとか、何冊やるべきですか、分量どれだけ必要なんですかっていうのは、おのおのスペックや志望校による部分があるので、そこに関して見誤らないようにしてください。OK。とりあえず2000って、学びズムチャンネルで言ってるから2000覚えりゃいいんだよっていうふうに、勝手に解釈してる子は非常に危険です。OK。僕たちがいつもイメージしてるのは、高校の偏差値は50から60ぐらいの間の高校の子で、高校1、2年生の時全然勉強してない。だから模試の偏差値とか、平気で30代とか40代出る。でも中学生の時高校受験はその普通の周りからしたらちょっとできた。定期テストで言ったら350点から450点ぐらいの間の層。480、490は取れないけど、大体350から450ぐらい、中学生の時は取れたかな。みたいな、そういう子たちを僕はイメージしていつも喋ってます。はい、ちょっと長くなりましたね。まず一つ目です。そこのスペックや志望校によるから、英単語帳を何冊何週やったら、済むのかっていうのは、ちゃんと自分で自分と相談して決めないといけないことだよということでした。
はい、二つ目がですね、休憩時間を固定しないですね。このね、4月のタイミングめちゃくちゃあるわけなんですけど、休憩時間固定してなくない？みんなさ、勉強法とか調べて、勉強してる時の効率を上げる方法はいっぱいいっぱい調べて、なんかないかっていう風にやってるのに、休憩時間のこと考えてなくない？これめっちゃ多いんですよね。そもそもですね、勉強効率って一番最初から最大化せずにある程度のところまでいきますけど、勉強をたくさんこなしていけばいくほど勉強効率っていうのは上がっていきます。はい。だから基本的に量かける質なんだけど、量を初めにやってから質に変わっていくっていう考えだよっていうの、それは知っといてねって YouTube チャンネルでもねよく言ってるわけです、マナビズムでは。でその中で休憩時間ね、例えば1時間半勉強しました。はい、次また1時間勉強します。またちょっと休憩して、1時間半勉強しますみたいなのは決めてても、休憩時間何分で抑えるって決めてなくない？で、多くの子が1回休憩して戻ってくるまでに時間かかりすぎなんよ。これがめちゃくちゃ問題。受かる子はマジで休憩時間短いし、休憩するなとは言わないけど、休憩したらいつまでに絶対に次の勉強を進める、これ絶対決めてるから。だから勉強時間とか、1日何時間、2時間勉強する、1日4時間勉強する、1日6時間勉強する、そういうのを決めてる子は多いけど、その中で、その6時間勉強するんだったら休憩時間は1時間半ごとに10分ずつ取るってなったら、3回入るわけやん。1時間半、1時間半、1時間半、1時間半の間で、3回入るわけやんか。言うたら前と後ろは入れてないけどね。で、そういう3回入れたら30分なわけやん、10分やったら。OK。だから6時間半取って、1時間半かける4回やったら6時間やけど、その間、3つ休憩入れて6時間半分取らなあかんな。じゃあ10分どうやって測るか。スマホ触って、YouTube ショートとか TikTok 見てたらめちゃくちゃ時間かかるやん。だからそういうことをやめて、10分キッチンタイマー、休憩時間が始まったらキッチンタイマー押して、ピピピピって次になったら絶対に勉強しないといけないっていう風にする、休憩時間を固定しましょう、これからね。で、勉強時間を増やそうともう考えない、勉強してない時間を減らすと考える。そしたらですね、休憩時間ダラ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 してるね、もうその時間勉強効率を上げることなんかよりよっぽど大事だから。はい、これ2つ目とさせていただきます。はい、3つ目です。3つ目がですね、明らかにやらなくていい勉強に時間を使うね、目的意識がない場合がほとんどですっていう風に書いてるんですが、これね、明らかにやらなくていいと思ってる勉強してることないですか？ありますよね。この4月の段階でとりあえず塾の先生に言われた、とりあえず学校の先生に言われた、でもなんでこれやらなあかんのね、おかしくないみたいな、自分の志望校ここ、行きたい、でそれから逆算した時にこれやる意味あるみたいな考えてしまってる、その勉強は全部無駄です。君の直感は正しい。これやる意味ある？やらなくてよくない？って思ってるやつは基本的にほとんど勉強効率悪くなってるし、無駄に終わってる可能性が高いです。高いですっていうか 100% そうじゃない？で、なんでこれやらなくてよくないっていう風に思ってるかって言ったら、4月17日日曜日、矢沢と今井が全学年対象のカンカン同率受験相談会を梅田で実施します。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。先生側からしたら意図があるわけですよね。こういう風にやることによってこうなってほしいなと思って、まあ、もちろん拷問として宿題を出したり、拷問として勉強計画課題を出してるわけじゃないから、目的があるわけですよ。でもそれが、生徒たちに伝わってない場合、子供たちに伝わってない場合はですね、こんなんなんでやらなあかんのっていう風に思っちゃう。なんでやらなあかんのって思っちゃってる勉強は基本的に身が入らない。身が入らないから効率が悪くなる。 OK。 で、目的意識がない場合がほとんどなわけですよね。マナビズムでも1週間に1回コンサルっていう形で勉強計画ね、あるいは自習コンサルティング、受験コンサルティングっていうのがマナビズムのメインのサービスなわけなんですけど、1週間に1回、受験に必要な全科目の勉強計画の策定修正とか、目的を伝えたりする場合があるんですよ。これがあるから、なんで今これをやってるかっていう目的がバグり出すことがないんだけど、でもたまに、それを、切々と解いたとしても、いやそんなんなんか納得できませんっていう風な子もいるわけですよね。そういう場合ですね、納得してなくてもこれやらないといけないからやろうじゃなくて、あ、納得できないんだったらいいと。だって納得できない状態で無理に推し進めてても効率悪くなることはもう確定だから。だから目的意識をそれぞれ持ってですね、勉強はしていくことが必須なんですが、目的意識を持てていない場合、なんでこれやってんのっていう風に思っちゃいますよね。だからそういう勉強は基本的にやめてください。ただ一つだけ注意です。一つだけ注意、勉強をまだしてないから目的がわからないものもあるわけですよね。はい、これ深くて4月の受験生にはちょっと難しいかなというふうに思うんですが、例えばですね、現代文の
あの要約をしましょうって言われた時に、現代文の要約って何の意味があるんですかっていうふうに思う子がいます。でこれめちゃくちゃ気持ち分かります。僕も最初現代文できない時、なんで要約なんてせなあかんねん、こんな問題解いてやったらいいやんっていうふうに思ってたけど、現代文ってやっぱ一番伸びる要約なんですよね。圧倒的に大変だけど、でそれは勉強してないからわからない。例えばあの英語の音読とかもそうですよね。英語の音読なんか CM とか、塾の先生が音読いいよ、絶対音読してねみたいなことを言うから音読するけど、音読これ やる意味ある やる意味あるかな、でも言ってたしやろうかみたいなのもあるわけですよ。それもあの音読って繰り返しやってて、はっってなるときあるんですよ。じわ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 できるようになっていくっていうより、なんで意味あるか、うわ急にできるようになったみたいなタイミングがあるんですよね。でそこまで待てなかったら本当にやってる時間マジ無駄になっちゃったりするんで、マダリズムでは絶対全員音読してくださいみたいなことは言わないんですけど、そこに耐えうる、覚悟のある子だけ、そういう指示を出したりするんですけど、そういったようにですね、すぐに結果が出ずにこれやってる意味あるっていうふうに思うものもあります。はい、それ注意してください。それ注意してください。だから今、自分が、まだ賢くない、勉強してないから意味を感じ取れてないだけのものか、それともそもそも絶対意味のないものか、これはですね、受験生、分かってくれるかなというふうに思うので、それは自分の感性に任せて、やらなくていいもの、やらなくていいやんと思うのは徹底的に排除して勉強していきましょう。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。無駄な勉強法参戦ということでしたが、受験生にとってですね、勉強をしてる時間だけが受験生たる時間ではないわけですよね。勉強してない時間すら、受かる受験生としてはこういう風に過ごしてるのが2個目ありましたよね。うん、こういうことがあり得るので、必ずですね、いつ何時受験の神様に見られても、私僕はこういう風な生活をしてるから、受かる受験生足りえてるんだっていう風に思えるような生活をしてください。それができたらですね、必ず来年の4月君の今考えている志望校に合格しています。以上となります。今回の動画が役に立ったよという人は高評価チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、早慶、マーチ、カンカン、同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。